中条あやみより可愛いかも俺今日。はい、これどうやってリクエストしたらいいんですか。番組公式からいいですか。ああ、なるほど、リクエスト来るみたいです。それまでじゃあちょっとなんかお話しますかねえ。そう、今日なんか二重がすごい綺麗なんだよな。なんで質問、アカウント名を指定ってどういうこと。いやちょっとなんかせっかくならコメントをいっぱい読みますわ。あやみちゃんより可愛い、やっぱりそうだよね。今日多分ね、あやみちゃんより可愛いんですよ俺、おそらく。今日だけね、今日限定、今日限定ですけど、すごい二重なんだよな。今リクエスト言ってます。リクエスト来てます。リクエストどこですか。どこ、どこにリクエスト来るんですか。あ、これか、リクエスト送信。どうぞお、来た、おっす、繋がった、おっす、やっほー、さっほー。え、これもう配信されてる。あ、されてんのかな。え、初めてやるんだけど。いや、俺も初めてやるわ。嘘つけえ、ほんと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 。え、ほんと、このコラボしたことないのよ。あ、そうなんだ。そう、ちょっと、え、てか、あのインスタライブ始める前に一つ言っていいですか。え、なに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 。あの、中条あやみより可愛いってどういうことですか。なんですか。いやいやいや、なんですか。で、私だって今日いい勝負だと思ってますよ。いや、でもちょっとほら、ちょ、もうちょっと寄って寄って。多分ほら、今日多分ね、俺の方が可愛いんだよね。いやー、そんなことない、私の方が。いやいや、マジ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 今日絶好調なのよ、もうすごいの。ずっと言ってますよね、あの、今日俺可愛いって。可愛いんだよ。あの、メイクルームに入ってきて真っ先にそれ言ってましたよね。ほら、見て。あー、可愛い、すごい、可愛い。ヒゲ隠そう、なんか可愛さ半減するからほら、爽やか。爽やかどこにあんだ、今一面もないだろ、爽やか嘘つくんじゃないよ。昔のさ、写真を振り返ってさ、なんかこの時はキラキラしてたなって言ってましたよね。今日ね、メイク中ね、振り返りタイムあったね。ね、振り返りタイムしてましたね。昔は前髪もあったよ、色ももう少し白くてよ白い時なんかあるんですか。あった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 、もちろん。あ、そうなんだ。一応美形で打ってたからね、うん、あ、美形で、うん、美形で。美形でされてたんですね。そうなんです。そうだったんですね。そうそうそう。苗場とかも出てたしね。うん、苗場、そう、苗場今年ね、なぜか卒業になっちゃって、うん。あ、卒業されたんですね。そう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 。うん。でも確かにね、こうちゃんと本読んだら、俺のページだけちゃんとなんかね、あの年代がおかしかったから、あ、そろそろ卒業しないとダメだなと思って。ちょっともういい5年でですもんね。そう、卒業させていただきました。はい、おめでとうございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。あの、ね、ドラマの話もしていかないとね。はい、ドラマ話？はい。しちゃう？しちゃうの？しちゃう？これ。しちゃいましょう。これね。そうです、そうです。いよいよ。これどんな気持ち？これどんな気持ち？これ。これどんな気持ちの表情なの？教えて。ですね。うん。今日の晩ご飯何かなっていう気持ち。ふざけんなよ。サバイバル中だぞ。嘘嘘、冗談です。いや、早くあの響きに会いたいなっていう気持ちですよ。なかなかね、すれ違ってて会えないので。うん、今も別室でやってますからね。すれ違わせんの、プロデューサー。絶対許さねえからな。そこにいらっしゃいますね。ちゃんと聞いてますよ。鈴木亜希のプロデューサー、もう名前晒してやる。鈴木亜希のプロデューサー、本当許さねえ。フルネームで呼ばれてますよ。全国に名前晒してやる。ダメダメって、ダメダメって言ってますよ。え、なんで、なんで。ダメって言ってますよ、兄さん。え、どうして。なんで。あの、ちょっと、あの、帽子がちょっと汚いからダメだって言って。あ、現場にかぶってる帽子。そう、キーホルダー。ちょっとね、なんか毛玉とか多いしね、ちょっと、ね。うん、あれはちょっと、あれだけ押せないんだよな、俺ちょっと。ダメですよ。そう、ダメですよ。
いやでもね、いよいよ今日ですね。いや今日です。はい、緊張しますね。緊張するの？緊張する。どういう感想？やっぱ感想ね。はい、英語さしちゃうんで。お、英語サマン？はい、英語サマンなんで。どうやってあの英語さすの？なんて検索するの？中条あやみ、顔とか。顔じゃないでしょ。顔は気になる。中条あやみ、かわいいとか調べるの。それはもう全然。もうそんなのいいリアクション探していってるもんじゃん。中条あやみ、かわいい。だから美人とかって。ドラマの話をちゃんと、うん、調べてますよ。どういう感じ。本当ですか？はい、じゃあ今ちょっと携帯の検索履歴見させてもらいますけど、いいですか？なんで見せなきゃいけないの？怖っ。怖っ、この人。うわ。怖っ。何するんだっけ。あ、じゃあ、カンペでそろそろスタートお願いしますって来てるんで。でも27分だけどいいのかな。え、いや、あ、もういいんですよ。もうやらないとしないんですよ。そうなんですか。これさ、11時半って言ってるから、まだやってないなと思ってる人もいるのかな。いや、もうみんな、もういいから私たちの話、じゃあドラマの話を聞きたいんですよ。なーに？だって、ね、そうですよ、今日。もう、行きましょう、ドラマの話。じゃあ行きますか。はい。はい。でも、はい、これ、半からスタートってやった方がいいんじゃないの？やっぱり。なんでそんな半から始めたいの？半からって俺の公式で告知しちゃったのよ。あ、そうなんだね。約束守りたいの、これは。約束守りたいのね。でも、きっともうみんな見てくれてると思うけどね。わかんないじゃん。それ、どうしてわかるの？めんどくさい。もう本当にめんどくさいでしょ、俺。主演女優は本当にめんどくさい。女優？俺女優なのね。女優です。女優だよね。朝からずっとコロコロ頑張ってる女優です。やるでしょ。そちらはいいよ。なんか毎日起きてもさ、その顔のさ、ポテンシャルが変わんないからいいけど、こっちは必死ですよ。ポテンシャル高いじゃないですか。いやいや、必死。最初、むくんで見せられないもん、本当に。そんなことないでしょ。今日だって俺めっちゃ可愛いって言って入ってきたじゃないですか。いや、今日はたまたま朝起きた時にすごい可愛かっただけで。そうなんですね。それはやっぱむくみやすいのだよね、うん、とっても、うん、大変だよね、本当に、うんうん、30分から始めていいって。30分から始めていい、うん、よし。約束はね、守りましょう。約束は守る男。あ、うざい。これでもアーカイブに残るから変な話はしないでください。いや、じゃあ半からでしょ。半からのが残るんでしょ。半からのが残るってこと？そうよ。そんなことできるの？私ちょっと機械が本当使えなくてわかんないんですよ。だって俺これ自分で配信してるのは、あ、ダメだ、コラボしてるからダメだ。そうだよ。そっち側がアーカイブ残したら俺が消したとしてもダメなんだ。そうだよ。だからちゃんと変なこと言わないでくださいね。じゃあ名前さらしてこう、鈴木秋のプロデューサーです。ダメだって今、目の前で、でもちょっと嬉しそうなんだよね、目の前。やっぱりちょっと喜んでる。ほらほら、やっぱ増えてきたよ。あ、秋野さんの名前だから増えてきた。ほら、来たじゃん。やばい。え？あれ待って。笠松くん見てるらしい。あ、鈴木秋のプロデューサーが覗きてきた。覗き。名前出すな。あれ、飯豊さん、笠松さん見てますね。マリエッティも。マリエッティも参加してますか？マリエッティおはよう。あ、おはよう。チョーチおはよう。チョーチ、初めてだけど。チョーチン、チョーチン。マリエッティもおはよう。チョーチン、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 チョーチン。できてるな、できてるな。アキノッチ、今日誕生日なの？お、誕生日なの？あ、ほら、アキノッチ好き好きっていうコメント来てるらしいよ。よかったじゃないですか。秋のち。え、嘘。あ、ほら、ハンになった。スタート。あ、はい、始まりました。イエーイ。ハンになりました。ということで、君と世界が終わる日に放送まであと10時間緊急2人記者会見を始めたいと思います。イエーイ。突っ込んで、俺これずっとやってんだから。見てないよ、そんなの。皆さん、こんにちは。竹内涼真です。中条あやみです。中条あやみさんですか？はい、中条あやみです。すごいですね。いや、竹内涼真さんですか？あ、竹内涼真です。すごい、テレビで見てた人だ。
そうですね、テレビの仕事なんでね。やばい。すごい。え、中条さんですよね。はい。あ、すごいな。あの、ルーマニアのハーフの。違う、イギリスだ。あ、イギリスだ、すいません。はい、行きましょう。はい。君と世界が終わる日に、ついにね、本日夜10時半、はい、放送ですよ。すごい、ついに。いや、やっと来ましたね。来ましたね。10月ぐらいからね、あの、もう撮影入ってるから、俺結構オンエアまで長かったなって感じするな。まあ、確かにね、あの、うん、響きチームは特に長く感じたと思う。響き、あ、響きです。はい、あの、フォローグループはすごく、うん、特に長く感じたかと思いますね。大変だと思う。そうね、そうそう、だやっとオンエアだ。今ね、5、6、7、8話も入ってきてるもんね。そうだね、そうだね、もう8話までぐっちゃぐちゃじゃない、頭の中。え、そう、もうあっち行ったりこっち行ったりしてるから、もう何が。もうやめて、もうお願いだから順取りにして。ちょっとさすがにね、まあ、いろいろあるのでね。ね、そう、先ほどね、あの、週一の生放送ね、見ていただいた方は分かると思うんですけどね。はい、見てくれましたか。はい。今回はね、初回放送日ということで、特別にね、あの、二人でコラボしてね、インスタライブを、はい、あの、やろうということで。そうですね。で、まあね、この時期でもありますんで、ソーシャルディスタンスをして、ね、別室でこうコラボしながら、配信をしようと。別室の意味あるのかなっていうくらいですけどね。ねえ、はい。まあ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 、やっていきましょうよ。はい。でね、今日はね、このまま俺が進めていくと思いきや、うんうん、あなたがやるんでしょ、進行。いやー、なんで私がやるのっていう。大丈夫かな。でもさ、私進行向いてないじゃん。うん、なんかこのチーム中条さんに進行やらせたがるよね。何なんだろうね。なんか、何なんだ、俺もね、そこはまだ理解できてない。うん、社会系の時もなぜか私が進行って、絶対マリエの方がちょっとトーク上手なはずなのに私が進行するっていう謎の。でもその会計の様子を何か進行やらされがちやん。ノーカットで YouTube にアップしたんですけど、それがこう嬉しいことに、あの、皆様から好評ということで、うん、もっと見たいというもっと見たいという、もうそういうところ違う、あの、笠松くんがピースしてって言うから。あ、じゃあ、そう、それで、このまま喋って、それでこのまま喋るの。それで、うん、あの、もっと見たいという声をなんといただきまして、はい、そこで今回は竹内さんと私の特別2人記者会見ということで、この公式アカウントにいろいろ質問を寄せていただきました。そこに、それにこれから私たちでお答えしていこうかなと思います。はい、わかりました。はい、竹内さんの質問は私が読むので、はい、私の絵の質問はリョウマヒョンが読んでください。はい、わかりました。できますか。できます。じゃあ行きましょうか、はい、早速質問コーナー、はい、お願いします。はい、あれ、どれか質問。ああ、大丈夫。はい。あ、これですね。あ、お二人宛てのやつですね。まずマリエッティ見てるな。うん、マリエッティも見てますか。お二人宛てにでございます。顔のストレッチしないでください。はい、あ、すいません。はい。はい。お二人宛てに、はい、受験生の方ですね、はい、受験生なのになかなか勉強に集中できません。お二人は、集中しなきゃいけないときにどうしてますか、はい、ということですね。今日はセンター試験2日目です。うわ、大変だ。私2日目だ。そうだそうだ、私もね、知り合いの弟がね、あの、はい、ちょうど今日2日目の試験受けてるんですけどね、はい、頑張ってって言ってきました。それだけですか。頑張ってだけ。もう本当にね、いや、大変なご時世だから、なかなかね、ちょっとナーバスになりがちなんで、本当にもう皆さん頑張って。そうだよね。どうすか、集中、どうやって集中してる。でも結構私集中力切れちゃうタイプだから。おい、ヒロイン頼むよ。すごい、いろんなところが気になっちゃってね、いろんなところに気がいっちゃうタイプなので、あの、台本とか読むときも、うん、あの、もう携帯とか全部置いて、あの、うん、お風呂で台本を覚えてますね、私は。な、え、のぼせない？え、でもまあ半身浴できるってメリットもあるし、ああ、すごい閉鎖的な空間でしっかりその世界に入れるっていうメリットもあるので、
なるほど。はい、だから半身浴しながら受験勉強しようってことですね。何、こうちゃんの呼吸。あ、そうですね。ね、はい。なるほどね。どうですか、龍馬ひょんは。いやー、まあ、その、僕、その、なんていうんですか、受験っていうのを経験したことなくてですね。あ、そうなんだ。そう。スポーツをずっと頑張ってたら、うんうんうん。気づいたら大学にいたんですよ。ああ、そういうタイプ。人生キラキラタイプだ。いやいやいや、まあでもね。全部うまくいっちゃう。だからやっぱその受験勉強の大変さって俺ほんと分かんなくて、受験勉強やってる人はすごく俺尊敬してんのよ、うんうん、やっぱ机に向かってちゃんとやるっていうのあれだけど、でもねこれね一ついいのあります。お、何ですか？頭を使うのも体を使うのも何がエネルギー源となってるかですね。はい、どういうことですか？これ食事なんです。食事というと、だからお腹空いてる状態では勉強集中できないし、体にその消費するエネルギー源がなければやっぱ集中力切れちゃうんですよ、うんうんうん、だからやっぱりその勉強前にちょっと糖質を入れるとか、うん、で僕らの撮影も朝ごはん食べない状態だったらやっぱ力出ないわけですよ。そうですね、体も人そうっす、人間を動かすのはやっぱ口から入れる摂取するものなんで、そうだからそこをねやっぱちゃんとやってほしい、うんうん、だからまあそうね、勉強前になんか糖質入れるのかバナナ食べるのかね、もうそういうのはちゃんと やった方がよくなる、ね、そう集中できるかな。うん、確かに私も受験や経験者なんですけど、はい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 、まあ確かにちゃんと、はいはい、バランスよくご飯を食べて、ね、はい、聞いてる、はい、え、聞いてる、聞いてる、聞いてる、バランスよくご飯を食べて、はいはい、やっぱり適度な運動をすることで頭がリフレッシュするから、はい、ちゃんと体を動かして、うん、脳に酸素を活かせてから勉強するっていうのをやってましたね。あ、中条さんちゃんと勉強したんですね。ちゃんとしてたわ。なんか馬鹿にしてる。なんかそう尊敬してます。なんかそういう風に見えないので、はい、なんかやだ。ちょっとやだね。笠松くん助けて。笠松くんは俺の味方だから。小中は俺の味方だからさ、本当に嫌な人、ね、じゃあ次の質問いきましょうよ。はい、じゃあ次の質問です、はい、これはなんと飯豊さんの公式アカウントからの質問でございます。飯豊マリエ、何やってんだマリエ。ミトコンドリアの話だろあいつ。違います。あ、違います。ミトコンドリアじゃない。何ミトコンドリアって。だからミトコンドリアにハマってるらしいよ最近。え、マリエが。そう。あ、そうなんだ。なんで分かんないな。ミトコンドリアマリエなんだよ。解明されました。飯豊まりえさんはミトコンドリアマリエになりました、はい、そして質問がですね、はい、今日世界が終わるとしたらやり残したくないことは何ですかという質問。もうその質問やめてくれよ。何回質問されたと思ってんだよ。うん、大人なんだから、大人なんだからちゃんと答えてもらっていいですか。あ、すいません、はい、何ですか。いい大人なんだから。はい、何ですか。え、世界が終わるとしたらやり残したくないこと。はい、なんだろう。やり残したくないこと。皆さんはありますかね。どうですかね。私は日々世界が今日終わると思って生きてるので。嘘つくなよ。やり残したくないことは正直ないです。もう日々全力で生きてるので。本当？はい、毎日楽しいので別に今日終わっても悔いはないですね。あ、そう、はい、いや筋トレは別にいいですよ。世界が終わるとしても別にいいです。何、筋トレ、なんで筋トレの話。いや、笠松くんはどうせ筋トレしてるから。なんかさ、ベンチプレスうわーって上げてる時に世界終わったら嫌じゃん。もう最後上がるか上がんない、うわーでもあとちょっと肘伸ばすとこで終わっちゃったら嫌じゃん。それはそれでいいんじゃない。なんだろうな。筋トレって何。なんか、あ、なんだろう、難しいな。ないですか。なんだろうな。マリエはなんだろうね、逆に。そう、マリエなんだよ、マリエ。いや、マリエも仕事行っちゃった。マリエ仕事行っちゃったって。仕事行っちゃった。マリエ働くな。あ、そっか。マリエめっちゃ働くんだよな。俺あれかな、デパ地下のさ、
あの、食品コーナーあんじゃん。うんうんうん。ね、あそこをなんかこう見てないところでこう、すげえ手とかでつまみ食いして逃げる。しょうもない。わーとか言われてもすぐ逃げるみたいな、そういう感じで。あの、ちゃんとお金を払ってくださいね。しっかりあの、稼いでいただいて。はーい。じゃあ次行きましょう。はい、次行きましょう。はい。その他の、質問はですね。はい。なんだろう、あ、共演者の皆さんの間で撮影現場で流行っていることはありますかっていう質問があります。ある？どう？はい。なんかある？流行ってること？流行ってること？あ、ある？なんだろう、なんか、うん。まあ、とあるこの出演されてる女優さんがですね、まだ情報は出てないんですけど、お。追加キャラクターだな。まあ、ある女優さんがですね、まあ、ピラティスに行かれてる写真をインスタグラムに上げてまして、私すごい前からピラティスが気になってたんですよ。で、その、まあ、女優さんに、ピラティスされてるんですかって言って聞いて、で、私もぜひ連れてってくださいって言ったら、なんと飯豊まりえもその女優さんにピラティス連れてってくださいっていうのを 言ってたみたいで、なんか、その女優さんは、私はピラティスの先生じゃないって怒ってました。ピラティス屋さんなんだね、あの人は。はい、ピラティス屋さんがいらっしゃって。ピラティスってどんなことすんの？なんか、器具を使こうっいう、こういうやて、つ。何それ。痛いですみたいなやつ。こういうの。あ、そうそう、なんかちょっと、なんかそういうことでしょ？違うんだけど、違うの？器具を使ってやるヨガっていうのが、ああ、ヨガね。多分ピラティス、まあ、私もよくわかんないんですけど、それをやりたいんです。なあ、るピほどラティね。ス私もしてますっていう方がいらっしゃいますね。本当？もうやりたいんですよ、すごくピラティス。ピラティス知らないけど、ピロティなら知ってる。ピロティって何？何ピロティって。わ かりません。なんかそういうコメントしてる人もいた。ピロピロティ。ティなら知ってます。ピロティって何？なんか。なんだろうね、ピロティ。ああ。ね。あ、ハマってることなんだろ竹内さんへの質問う。もありますのでいいですか？はい。ああ、どうぞ。金髪、今ご自身は金髪にされていますけど、はい。金髪と黒髪、どっちの方が気に入ってますか？という質問が来ています。金髪。ねえ、治安悪いからやめて。いそやういいうやいドや、ラマじゃないですよ。まあ、でもなんだろう、この髪の毛の色は、この響の役は絶対俺この色だって、もう絶対これにしようと思ってたから、なんかクランクインする衣装合わせの時にもね、言ってましたよね、金髪。そうそう、もうね、絶対この色が良かったわけ。だから、まあなんか、この響の役としてはもう絶対これってなってるから、しっくりは来てるんだけど、そう、でも、さっきさ、メイク中に昔のさ、キラキラした写真見たじゃん。もうあれもあれでなんかすごく良かったよね。え、染めたのは初めてですか？ちっちゃい時染めてたけど、あ、こうやって色を抜いたの初めてかな。あ、そうなんだ。そうそうへえ。そうそう。じゃあ、初金髪ということですね。ん。でも、すごい、私はなんか響きっぽいなって本当に思ってる、このそうだよ感ね。じ。肌もそね、ずっう。とこんがりそうしそうた、そう。横浜のね。横浜の、そう、岬のね。だってさ、俺らさ、家のシーンでさ、冒頭の、岬の設定のさ、海沿いのお家行ったでしランょ？クインの日だ。そう、クランクインの日。周りめっちゃみんな色黒だったよね。真っ黒だった、みんな。真っ黒なんです本よ。当に響きみたいな人がいっぱいいた。そう、だからそれ、俺はちゃんとね、リサーチしたわけです。あ、やっぱさね、す海沿いの人はが。みんな黒いのよ。
そうなんですね。そう。いやもうさすがの浜男だからやっぱり。浜の警察白いよな、そういえば。トドロキ。え、何、どういうこと？浜の警察。浜沿いの警察なわけでしょ？トドロキは。トドロキはさ、浜沿いの警察なわけでしょ？浜沿い。うん、あ、そっか。トドロキ、ちょっと白いね。あの方、美白だよね。確かに。めっちゃ美白の化粧水とか塗ってんじゃね？警察なのに。え、すごい、わかるの。私も日焼けしたいと思っても、焼けない人だから。そうなんだよね。うん、ちょっと難しいんですよね。すごいね、もうどんどん吸収しちゃうよ。もう私の分まで吸収しちゃってるわ。そう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 。俺も3回焼いたわ、だって風間作る。あ、焼いたんだ。それで焼いたのかよ。次、あの中条さん宛ての質問を、はい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 、いいですか。どうぞ。ぜひどれかあの読んでもらってもいいですか。主題歌星を仰ぐを聞かれた感想を教えてください。あ、菅田将暉さんでね、星を仰ぐ。マサキング。はい。あ、ご共演されてますもんね。あ、そうです。はい。そうですよね、私も。で、菅田くんのお兄さんが滝藤さんでしょ？今同じ髪型してるでしょ？本当は血が繋がってんでしょ？確かに思った、すごい。全く同じ髪型してると思って。ね、一緒だよね、今。いや、あの主題歌はいいんじゃない？いや、本当にあの、まあ最後にね、あのエンディングにその須田さんの曲が流れるんですけど、うん、私たちのくるみと響きの、 あの幸せだった時の日常の絵にその須田さんの曲が重なるんですけど、うん、なんであんな須田さんの曲ってあったかいんですかね。あったかい。そう、本当に、まあ、今回こうハイトーンな感じがすごいして、こうちょっと高い声で歌ってるのかなっていう印象はあって、ちょっと難しかったんじゃないのかなとは思うんだけど、うん、そのなんか儚さの中にある温かさみたいなのがすごい、なんかこのそのエンディングにぴったりだなって個人的に。そうだね。うん。それ響きの歌なのよ。なんかね。そう、男のこう弱さとかさ。うんうんうん。こうやっぱくるみがいないと俺何もできないよっていうこうなんかダサさみたいなのがさ、なんかこう正直な歌でいいよね。確かに歌詞が本当に。そうそうそう、なんかキュンとする歌詞ですね。あ、ほら、ポーちゃん歌ってだって。え、私？うん。いやいやいや。歌わないの？歌うまいじゃないですか。俺歌っちゃうよ、そしたら。え？愛が僕に抱きついて離さないというけれど。ああ、違いますね。こちら？違う？違います。違う？星を仰ぐを歌ってください。愛が、あ、違う。違います。違います。あ、違うの？星を仰ぐを歌ってます。星を仰ぐですね。ちょっと待って、はい、星を仰ぐいきます。はい。いきますね。まあ、続きはドラマでっていうことで。あ、続きはドラマ。はい。はい、そうですね。ぜひドラマを見て、曲も聴いていただけたらいいなと思います。はい。はい。あ、あともう一個ありますね。ん？もう一個。火曜サプライズのお花もらってどうでしたかっていう質問来てますよ。これ。これ、言わないといけない？何その顔。どうでしたかって質問来てるよ。スクショしよう、この顔。腹立つからスクショしよう。お花もらってどうでしたかって質問来てるよ。あ、次の質問いきますか。なんでよ。はい、次何。いや、嬉しかったですよ、本当にお花は。あ、まあ、センスいいからね。自分で言った。自分のイメージ、あ、私だなって思ったでしょ。あ、もう私だって。いや、なんかすごい、なんかお花がなんかこうライオンみたいだったから、なんか私ライオンこういうイメージなのかなと思って。え、違った、びっくりしたんですけど。ん、違った、不満。いやいや、そんなことないです。すごい。もう一回送ろうか。じゃあもう一回、もうちょっとねってねって送ろうか、お花。え、でもちゃんとあのお家に飾らせていただきましたよ、花瓶に。ちょんちょん、はい、ちょんちょんって置いときます。わかり、ちょんちょんって、はい、ちょんちょんっていう大きさじゃないけどね。まあいいや、行きましょう。質問、はい、あ、質問コーナーもう終わってくださいって言われてます。なんで。お時間です、お時間です。もうまだやるよ。はい、もう終わりなさいと。終わりなさい。はい、なんでだよ。もう喋りすぎですという。すいません、調子良くて、はい、最近体調が良くて、ね、最近絶好調ですもんね。なんかいいものを食べて絶好調っていうことで、はい、竹内さんは、はい、あ、最後にフォトセッションがあるそうです。
落とせでしょ。あれ止まっちゃった落とせでしょすごい変な顔で止まっちゃったんだけど大丈夫か。フォトセッションやるの？そう、フォトセッションやります。やろう。どうやってなんか画質がすごいなぜか荒いんですけど、はい、記者会見の時にはこのね必ずあるあのフォトセッションという、うん、まあ時間なんですけど、うん、あの今回はインスタということで、あの、うん、視聴者の皆さんにスクショしてもらおうと思って、うん、なんかポーズはもうやってるんだけどもうやってるんだけどそれでいいの？それでいいの？スクショ。ごめんごめん。あれ、あの、うん、竹内さんは須田さんと、須田さんとこのポーズ、うん、あ、ゾンビポーズですね。ゾンビポーズをされていたという。ゾンビポーズ、これそれ、ブサイクポーズです。あ、ブサイクポーズ。それが顔面くちゃくちゃポーズです。やったじゃないか、まあ、ゾンビポーズはね、開くやっただけ。ギューギューギューってやったじゃん、ほら、自分あれ腹立つ。ギュー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 ってやったじゃん、得意の。竹内さんにはすごいいい顔がぶできたと思います、私は。俺はもう本気だもん。なんか詰まってます。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、あのゾンビポーズをね、まあ、広めたいということで、はい、頑張ってね、あのゾンビのポーズをみんなにもね、してもらおうと思っちゃう。私たちがそのお手本を見せていきたいと思います。お手本？ゾンビポーズのお手本も見せたいと思うので、渾身のゾンビポーズをやっていただけますか？今からスクショタイムなので、はい、はい、やってください。はい、ではフォトセッションスタート。ゾンビポーズ。もうなんだよ、もうそれかよ、もう。うわー、かわいこぶってんなー。ガガガだから違うってねえ、ひげ面がすごい、顔面いっぱい。あと、なんかやってほしいポーズとかありますか？ありますか？やってほしいポーズ。何？リクエストありますか？リクエストあるかな？リクエスト。今回特別に。リクエストちょうだい。リクエストありますか？皆さん。リクエストちょうだい。ゾンビポーズ以外に。ほくろ。テヘペロポーズって何？テヘペロポーズ？何って、あ、鈴木亜希のプロデューサーさんがテヘペロプロデューあ、テヘペロプロデューサー。テヘペロって何？テヘペロポーズやって、え、ペコちゃん？ペコちゃん？あ、テヘペロってどうやってやるの？NG。 なんか秋野先生が見せてくれるそうなんですけど、これどうですか、ご出演テヘペロポーズを。これねえ、ほんとにできないからやめて。できない、これほんと。マネージャーさんが怒ってますよ。ダメ。マネージャーさんが怒ってます。見てください、マネージャー笑ってるよ隣で。ほんとに手がかかるタレントだ。ちょっとやって、テーペロポーズやってよ。テーペロポーズ、あ、秋野さんが、中条さんやって。私、ちょっと私は、テーペロ。おいおい、ふざけんなよ。なんだそれ、何やこれ、何が面白いのこんなん。テーペロこうやって、これだよ。ね、本当にそれでさ、視聴率下がったらどうしてくれる。あ、ごめん、すいません。ダメですよ、本当に、はい、ちゃんと爽やかイケメンでいてください。本当にもう問題ですよ、ね。あ、もうフォトセッション終わりって書いてるよ。フォトセッション終わり、強制終了。フォトセッション終了です。フォトセッション強制終了なんか記者会見とか聞いたことない。強制終了です。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ということで、はい、はい、そろそろもう収録の時間がもう終わりみたいなので、はい、ここで視聴者の皆様に、竹内さんから、主演の竹内さんから一言お願いします。
いや、中条さんからやったよ。なんでですか？俺最後締めるから、たまにはやったよ。そうですね、はい、最後、軽い言葉でまとめようとしてるだろ。バレてんだよ。いつもいいことを言ってくださるんでね、本当に、うん。まあ、でもまあそうですね、今日はまあセンター試験も2日目ということでね、まあ、大変な大変な方もねいらっしゃると思いますけど、まあちょうど10時半から、まあちょうどねお家にいる時間だと思うので、きっとねお家でこうどこも行けないってうずうずしてると思うんですけど、まあこのドラマを見てこうちょっと新しい刺激に出会っていただけたらいいなって刺激言いたがるね。いや本当にでも刺激的じゃないですかこのドラマって。まあ、そうだね、うん、そう、人と人とのやっぱりねこうなんハラハラドキドキっていうか、まあ、ゾンビだけじゃなくて、まあ、人の怖さっていうものもこのドラマにもあるので、まあ本当に1話はもちろん見ていただきたいんですけど、うん、もうこう先を、うん、次の話を見れば見るほど続きが気になるっていうミステリーになってる部分もあるので、そこもぜひ楽しんでいただけるんじゃないかなって思ってますね、その人間ドラマも。そうね、はい、あ、いや、いいんじゃないですか。はい、はい、はい、まあいよいよ夜10時30分から第1話ですね、はい、放送になります。はい、まあ本当ね、うちのヒロイン中条さんが言ったように、まあ、刺激的なドラマです。うんうん、なんだろうな、ちょっとこう連続連ドラっていうことを忘れちゃうんじゃないかなっていう、なんかこうね、確かにそんな雰囲気もあるし、本当にね今回いいチームワークでね撮影できてるし、ねカメラマンさんも照明部、音声部も美術もね、セットも本当にこだわって、ねどうやったらこの人がいない世界観とかね。うん、その三崎のね、三崎市がこう崩壊していく様子なんかもすごくリアルに、まあリアルってなんだよって話なんですけど、でも僕は俺ね1、2、ね、昨日3話が仕上がって見たんだけど、うん、なんて言うんだろう、やっぱもちろんいろんな海外とかでさゾンビ系でヒットしてるドラマあるんだけど、すごくやっぱ見たことある景色で起こってるから、なんかそれが妙にリアルなんだよね。確かに、うん、だからなんかこうね見ている皆さんも一緒に、うわここどう切り抜けるんだろうとか、うん、なんかそういう視点で見てもらえるのもすごく楽しいと思うし、やっぱりどんどんやっぱり 1,2,3 って見ましたけど面白くなってる、うん、だから1話よりも2話の方が面白いし、2話より3話の方が面白いんですよ。そうですね、やっぱみんなのチームワークもね、うん、どんどん深まってってね。そうそうそう、でまあね怖いのかなとかって思ってる人もいる、もちろんねゾンビはまあもちろん怖いもの、僕らも設定的にねやっぱ生きる屍でゾンビから逃げなきゃいけないから、もちろんその怖い対象ではあるんだけど、まあもちろんそこもあるけど、やっぱ本筋としてはどうやって生き延びるか、響きと響きはどうやったらくるみを助けることができるのかっていうことが本筋になっていくから、やっぱその人間ドラマもねすごく細かく描かれてると思います。1話からド派手です。ド派手だよね、うん、ド派手、本当に、うん、映像もアクションもすごくド派手なので、うん、ね、龍馬ひょん龍馬ひょん龍馬先生のねアクションもね、はい、本当にすごいのでかっこいいのでね、ぜひ。俺現場に行くまで今日釣られるって知らなくてさそうだったの、あ、今日釣られるんだと、なんかすげえでけえクレーン車来てるなと、いきなり釣られちゃったの。そうそうそう。そうなんだ。ハーネスつけてぶら下がれて。そう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 。でも本当に、ね、なんか私もゾンビものってすごい怖いんだけど、結構今まで見れなかった人なんだけど、うん、でも女性のちょっとゾンビが怖いなって私でもなんか見てもらえる、うん、まあそのまあ本当に人間の怖さっていうところを見て。そうだね。だからゾンビが怖くて見れないっていう印象は多分ないね。そうだね、うん、それは本当 0% だと思う、うんうん、でやっぱこうね物語やって最後エンディングですよ、僕らの幸せな時代、うんうん、ね、何その微妙な反応なんだよ幸せな時代あるだろう。そう、私グルミだった、忘れてた、ごめんなさい、今ちょっと違うとこ行ってました。違うとこ行ってたすいませんイギリス行ってた、ちょっと今イギリス行ってました、はい、うん、帰ってきて、はい、そうだからね、あそこねちょキュンがないの、うん、ね、エンディングのキュンがあるでしょ、
キュンですね、あそこ。キュンあるよ。はい。そう、最初1話は高校時代のね。うんうん。2人の出会いというかね、結ばれる瞬間というか、まあこれはまあ見てもらったってからの お楽しみだけど、うんうん、すごく可愛らしくて、なんか逆にあのすごく大変な世界観からすごく可愛らしいキラキラした世界観にこうパッと切り替えるのも俺は結構好きだけどね、うん、最後はね救われますよね、その絵にね、うん、きっとね、その絵に、絵が逆に寂しさ倍増みたいな、うん、その二人がいるのになかなか会えないみたいなのがもどかしくて切ないんですよね。そう、それはもう鈴木亜希のプロデューサーのせいですそう、はい、もう感情移入してもう私になりきってもう台本も作ってるんでね、うん、鈴木亜希の先生は、うん、自分のこと多分くるみだと思ってるんだと思うんだよね、うん、そう、待ち受けも私たちの写真ですからね、あの、そうだよね、はい、うん、携帯の待ち受けも、そんな感じですかね。ですね、きっと楽しんでいただけると思います。まあお時間ということで、はい、今日はこれで2人の記者会見は以上になります。はい、はい、皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。夜10時30分にお会いしましょう。はい、またそれではガオガオバイ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 、ねえ本当にガオー、おい冷めた目で見る、あ、切られたお疲れ様でした。ということでね、あっちは終わってるけどこっちはまだやめないからな、うん、こっちはまだ切らないからな、そうですか、うん、一生やり続けてやるよはい、ということで、夜10時半にお会いしましょう。騒がしい中、お付き合いありがとうございました。楽しかったです。また写真なんかなんやらあげます。